要塞から見たニコポルの町とドナウ川、ニコポルから見た冬のドナウ川ニコポルは、ブルガリア北部のお及び、それを中心とした基礎自治体、プレベン州に属する。歴史的な故障は古代ギリシャ語のニコポリス、ラテン語のニコポリスがある。ドナウ川の右岸にあり、オスム川の川口より4キロメートル下流にある。町は、ドナウ川に沿った、急峻な白亜室の崖の下の土地から、 南に伸びる細い渓谷に沿って広がっている。古代ローマ時代、この地はも、エシア属州に属しており、169年には文献に記録されている。ローマ帝国の衰退後は、東ローマ帝国の北限の町となった。1059年、ギリシャ語で、勝利の町を意味する、ニコポリスの名が与えられた。中世のほとんどの間、町は、ブルガリア帝国の領域に属した。 1393年のタルノボ管落の後、ブルガリア帝国の最後の皇帝、イバン・シシュマンは、残された帝国の所領を、このニコポリスの要塞で守っていたが、同地は1395年にオスマン帝国に制圧され、皇帝は捕らえられた。このためニコポリは、このブルガリア帝国の最後の2年間、事実上の首都であったと言われる。また、 ニコポルは中世最後の大規模な十字軍による1396年のニコポリスの戦いの場である。ニコポリスの要塞ではハンガリーのジギスムントやフランスの騎士らによって構成されるヨーロッパのキリスト教諸国の連合軍がオスマン帝国のバヤジと一世とセルビア人の同盟者ステファン・ラザレビッチによって打ちまかされた。オスマン帝国統治下では ニコポルは強固な要塞を持つ重要な軍事、統治拠点として開発が進められ、経済的、精神的、政治的に繁栄したが、17世紀から18世紀にかけて衰退した。ニコポルは地区の中心であったが、その地位はプレベンにとって変わられた。ニコポルは1877年のニコポルの戦いで、ロシア帝国軍に制圧された。 ローマカトリック教会のニコポリ市教区は、ブルガリア北部全域を管轄しており、歴史的にニコポルに市教座が置かれていたが、後にルセに移された。ニコポルには2008年の時点で4255人が居住している。ニコポルはニコポル自治体の中心であり、自治体の行政サービスの中心を担っている。カーフェリーの接岸施設が建造中であり、完成すれば、 対岸にあるルーマニアのトゥルヌ・マグレレと結ばれる。ニコポルは2006年にヨーロッパ洪水によって部分的に浸水の被害を受けた。ニコポル基礎自治体にはその中心であるニコポルをはじめとする以下の町村が存在している。2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。